コウフミヤは台湾出身の作曲家、声楽家。本名はコ谷ヤーキ。台湾で生まれ、4歳で一族と共にアモイに移住。13歳で長野県上田市に本土留学して旧西上田中学校へ入学。この頃、恩師スコットと出会って音楽を学ぶ。その後、武蔵高等工科学校電気科で学ぶ一方、 東京音楽学校や観光で声楽を学ぶ。合唱団の指導者に見出されて1932年、コロンビアレコードのバリトン歌手となる。この頃から山田耕作、橋本国彦に作曲を学ぶ。そして同年、第1回音楽コンクール声楽部門入選。翌1933年3月、信夫人と結婚。よくに出演して、タンホイザー。 ボエームなどを歌った。肉弾三遊志の歌などの戦時歌謡や第二聖版歌曲集の自作自演などの録音が残されている。1936年のベルリンオリンピックの芸術競技に還元楽曲台湾の部曲を出品。当時は3位入賞と報じられたが、実際には戦外歌作という扱いだった。その後も中国、台湾、 日本の音楽語法とモダニズムを融合したピアノ曲、声楽曲、公共曲などを発表した。1938年、彼は大陸に渡って、北京師範大学音楽系教授として、作曲と声楽を教え、家族の住む日本と中国を往復する日が続いた。1945年8月15日の日本降伏以降、彼は日本国籍を失い、 家族を残した日本に戻ることができなくなった。紹介席の国民党政権下では文化官官として10ヶ月拘禁されたが、米軍クラブのジャズバンドの指揮をして、ここを押しのぐことができた。この頃、現地の女性と再婚。1947年に北京の中央音楽学院教授に就任。1949年の中華人民共和国成立後、 1950年からは、天津中央音楽院教授に就任。しかし、1957年からの、反右派闘争、そして1966年からの文化大革命で、日本帝国主義の手先と急断され、地位を剥奪された上、大半の作品の自筆譜やピアノなどを焼かれ、過方労働に送られた。そのまま、密かに作曲を続け、 文革集結後の1978年に名誉回復されたが、すでにビオーマに蝕まれていた甲は1983年に北京で死去した。中国に残って以降、甲の名は日本の音楽界から忘れ去られていたが、名誉回復以降、香港、台湾、そして中国での再評価、録音が増え、日本でも徐々にその名が知られるようになってきた。 1999年には、電気本、幻の五千符、孔文也という日本人が出版されたが、中国側の遺族の扱いをめぐって、日本側の遺族が抗議した上、東京の皇家に保管されていた、同性のベルリンオリンピック参加メダルを、第三用の銅メダルと誤認して記述したことから、現在は絶版になっている。2004年に、孔文也をテーマにした、 映画、コーヒーとキミツが公開され、彼のピアノ曲が取り上げられるとともに、日本側のノブ夫人と娘が出演している。ありがとうございます。